こちらセントラルパークでございます。そしてせっかく初のセントラルパークなのに寝てます。寝てます。はい、レンちゃんも寝てます。はいはい、こちらセントラルパークでございます。このビルディングを装いに、じゃじゃーん、桜咲いてます。桜をチェックしに来ましたよ。はい、ウタさん寝てますけど、セントラルパークの桜でございます。おー、結構満開に咲いてるね。来ましたね。おおおお、はい、こっちの桜も皆様楽しんでおりますね。ここ皆さんよく映画で出ますね。はい、ねえ、どうですか。はいはい、こちらがねキッズパークです。宇田さんはちょっとまだ遊べませんね。はいはい、こちらセントラルパークでおむつ替えちゃいました。すげえなー。じゃ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 ーん、こちらセントラルパークのキッズパークでございます。そしてキッズパークの芝生でじゃじゃーん、おむつ交換でございます。すごいな、ニューヨーカーですね。ニューヨーカーですね。はい、今セントラルパークで授乳もしてしまいました。パブリックで授乳しましたよ。日本だと結構パブリックで、あ、ゲップしてくれましたね。授乳するのをなんか問題にされるみたいなんですけど、こちらは問題なくお外でも授乳できました。誰も気にしちゃいねえって感じでした。あ、もちろんね、あのケープしてやりましたけれども、結構ね問題なしです。セントラルパークでも授乳 OK でございました。はいはい。あ、すごい風船ができてるね。じゃあそろそろ帰りましょう。もうねラッシュアワーになる前に帰ろう。はい、馬車です。よちゃん、お馬さんいるよ。お馬さんだよ、ほら。もうやだね。はい、では皆様、セントラルパークからずっと6番街を歩いてきまして、こちら、レディオシティの前ですね。ではそろそろ、もうね4時になったので、ラッシュアワーになる前に家に帰ろうかと思います。これね、なかなかね、ニューヨークにいる時ね、セントラルパークから一番近い駅って57丁目の駅なんですけれども、57丁目の駅にエレベーターがないんです。なのでわざわざ49丁目のロックフェラーセンターの駅まで歩いてきましたね。ほら、そうするとこちらの方にじゃじゃーん、エレベーターがあります。それではもう帰ります。ベイビー帰ろう、寝てくれた。